さて、今回もスカム続きやっていきましょう。あれからちょっと拠点に、改良を加えてですね、この壁をまっすぐにしたりとか、ちょっとね、ここも行き来しやすいように土台を増やしてみたりとか、こんな感じで。あとは、この裏口を2箇所追加。簡単に、こう登り降りができるように、こんな感じの土台を作ってみました。まあ、これでね、ちょっと、行き来が便利になったんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。いろいろ家作ってた時に、壁のトゲに刺さって死んだりして、結構大変だったんだけど、間違えてランダムスポーンした時に、ここの Z1 に湧いたんだよね。その時に、ここら辺に、ね、なんかちょっと軍事施設みたいのがあったんで、それをね、ちょっと見に行きたいかなと。ここからこう出てぐーっと下に行って、ここを曲がって、こんな感じでね、L 字に行って、たどり着くとこだね。ここをちょっと今日は目指していこうかなと思います。お出かけだね。乗り物のね、消失するのはね、バグだったらしくて、コメントにもね、書いてくださった方いたんだけど、設定を、見直してみたらね、なんか駐車設定がなし、不許可だったのが不可になってて、それのせいだったみたいだね。ちょっとここの果樹園で果物取っていこうか。確か梨が取れるんだよね、ここ。梨。リンゴ。梨とリンゴが共存している。危なーい。ディシ。あ、生きてる。車アタックが効かなかっただと。あ、帰ってく。待て。オッケー。お。来たな。お、お金持っとるやん。いいね。いやー、まっすぐな道は走りやすくて気持ちいいね。ドライブ日和。橋が見えてきた。これが Z1 と我がアジトをつなぐ橋だね。この橋あたりもなんか建築してみたいよね。秘密基地みたいな感じで。あー、いい景色。この橋回りもいいなあ。ゾンビがいる。しかもおしっこしたいって言ってる。まあ、ちょっとゾンビを倒していかないでしょ。オッケー。すごくいい景色を眺めながらのタッチション。めっちゃいい景色。ゾンビいるな。3匹もいる。オッケーオッケー。あー、撃っちゃった。ここ、ガソスタやん。燃料入れていけるね。まあ、そんなに減ってないんだけど、燃費良くて。バギーは燃費いいよな。オッケーオッケー。車もちょっと漁るか。結構いいの出るからね、廃車って。なんかショッピングモールみたいのも一緒になってる。お、まだいるのか。いろんなとこから聞こえるな。見えない。ここは食品みたいな感じか。クラッカーだって初めて見るな。ここにもあります。クロスボウボルト、こんなにもらっていいの？12本も。そう、ラバーラタタットだかっていう、なんかクソデカクロスボウ
クソデカオートクロスボウ作ったんだよね。それ用にちょっとボルト欲しかったから、これは持って帰ろうか。お金いいね。車はいいよな、美味しいよな。意外にいいもん出るからな。あー、カーバッテリーとかあるんだ。あ、車のリペアキット、これはありがたい。てかジェリカンもあるじゃん。わ、すごい、工具箱もある。ジェリカンはちょっとでかくてね、持っていけないな。これで直しちゃおう。オッケー。あ、またある。車両修理キット祭りだな。これも2か、使っちゃおう。おー、バギーがめっちゃ回復した。気をつけててもね、割とぶつけるからね、車は。ちょっとお腹が減ってきてるか、クラッカー食べてみようかな。まずツナ缶を食べます。クラッカー食べましょう。割と軽い食べ応えなんだ。梨とブドウを食べよう。割といい食生活してるよね。エアドロは、めっちゃ近いじゃん。エアドロも見ていこう。すげえラッキー。あったあったあった、あっちだ。うわ、めっちゃ近い。すぐそこだ。よしよし、お楽しみタイムといきましょうか。お手の物。1個作んないとか。楽勝。これで全部開いたかな。おー、いいね。今使ったばっかりなのに補充できた。あー、救急キットもありがたいね。サブマシンガン。あー、工具セットか。カーバッテリーはいっかな。またバースデーケーキ。バースデーケーキ投げられないからな。記念に食うか。俺、バースデーケーキ食ってる姿をよく観察するんだ。ちょっと綺麗に積むの面倒だな。なかなか形がね、いろいろあって。高級ロックピックも2本、1本あればいいか。こんな感じだね。着いたね。こっから入れる。あー、ロボいるね。やっぱりちょっとここら辺止めよっか。喉が渇いてる。めっちゃロボの足音するな。おーおーおお。ちょっとゾンビも目の前にいる。外した。あー、わわわわわわわ。なんかここの建物はあんまりなさそうだな。普通の調べるところだしね。棚とか目の前のあっちの工場みたいなところが本命か。
ロボ間近だな。よし。あ、ここ空いてる。あ、いいね、これ軍事品じゃん。めっちゃいっぱいある。あ、いっぱいある。あ、これはこれで一塊なんだ。すげえあさりごたえがあるな。なんかいる。外した。痛い。あ、いててててて。わ、なんでこんなに血が出てるんだ。あっという間に包帯使ったな。わ、マガジン、なんか形が微妙なサイズ。木箱は一塊じゃないんだね。お、なんかガンロッカーっぽいね、ここ。なんか出るのかな。あー、軍用矢筒。持ってきて、これ手でしか持てないんだよな。入るかな。結構でかかったよな。あー、やっぱでかいわ。なんとか入るか。幅取りすぎ。でも高く売れる。矢筒はちょっとカバンじゃなくて車に入れてくるか。ひえ、バレてない、バレてない。あ、入らん。あ、待って待って待って、ボルトこれ入るだろ。コーンフレーク持っていって、うわ、すげえ幅取る。電気工作とかドリルいらないかな。うわ、やべ、バグってるバグってる。危ない危ない。さすがに、さすがに近すぎたか。いや、でも完全に車線が切れて、ここは漁りやすいな。めちゃめちゃいいぞこれ。ブーニーハット、この木箱が個別なのがまた嬉しいね。でも何も出ない。ん？待って、爆弾ゾンビの音。え、一体どこ？上？上だな、これ。あれって勝手に爆発すんのかな？あ、止まった。びっくりした。フェイントかよ。びっくりした。爆発せんのかーいと思ったら、した。かわいそうに姿も登場シーンすらなく終わったね。あ、ここで爆発したっぽいな。跡形もなく消し飛んでる。あ、こんなとこにいた。さよなら。鍵付きロッカー、ピッキングジャイ。お、デザートイーグルかな。あとは何もなし。この上もあるのか。あ、上も鍵付きある。すごいなあ、ここ。マガジン。何にもなし。しけてるー。登らないと調べられないのか。わ、大したもん入ってない。おん？どこ？わからん。まあいいや。放置放置。あ、ここにいた。あー、タクティカルジャケットいいね。
暑いかな。すごい入るんだよね、これ。ここはこんなもんか。なんか全然ノボの行動範囲内じゃないところにいっぱい軍需品が置いてあって、すごく漁りやすいわ。あ、アフリカンビルトン。どう見ても乾燥肉っぽい、ビーフジャーキーっぽい見た目なのに、めちゃめちゃ痛みが早いっていう。ここ、工場は工場でも、ロボット工場なんだね。めちゃくちゃロボットの作りかけが置いてある。危ない危ない危ない。海に落ちるとこあった。この、ダッシュしてる最中に、横向くとなんかたまに足がニョイーンってなるよね。爆弾ゾンビ。どこだ？外した。今日ここまで届くの？いた。結構離れてたと思うんだけどな。うわ、いやもうボロボロ。ここは最初の倉庫と間取り一緒な感じかな。お、いいね。漁るとこいっぱいあって嬉しいわ。あー、また軍用矢筒。いっかなー、軍用矢筒も持ってけないし、でかい。まあ、値段はそこそこだけど、大きさもそこそこだからな。広すぎて自分がどっから入ってきたんだかわかんなくなるよな。なかなか三人称で狙うのって難しいな。照準が出ないからね。勘でやってるわけですが。うおー、またこれまた広い。おしっこしたい。わ、うんちも出る。ちょっと失礼して。この汚い音の収録風景を考えるとちょっと嫌になるね。本物の音なのだろうか。おお、大量の鍵付きロッカー。さて、中身はなんじゃろな。なし。弾。弾。弾。なし。マガジン。ちょっと微妙かな。お、ソーイングキット。ソーイングキットあるなら、これは捨てとくか。クリュードライバーもいらないかな。だいぶ日が暗くなってきたな。帰るのは難しそうだから、ここで一晩を明かせるような感じにするか。動画の尺的にも長くなっちゃうんで、一旦この辺にしますか。ではまたね。